3980円、安いね。安いな。これで商店街の感じから見ても、もともと昔からの商店、やっぱ市の中心地はこっちだったんでしょうね。商店街とか、昭和以前からある感じの、ありがとうございますね。こんなこうテラスになってるし、面白いですね。海も近いですもんね、こっち、この辺りは。まだ結構暑くなってきたな。よくあるです。あれですね。ちょっと倒れてるようなところか。まだ時間も時間だしな。中心前だし。空港まで一回出るのも手間かな。なんかもう店舗ご利用で30分無料になってますね。特にあれはないですね。あたくりするのはないですね、別に。センターでやってるね。カメラ監視してね。結局高い機材を置いても無理やりねやってっちゃうばっかは結局いるんで、そうするとそれの修理代でガラスとかで、初期投資費用かかっちまうんでってことなんです。なんかもともとやってたっぽいですけどね、あっちのリフトのやつで。ちょっと後ありました、僕ね。で、そのコストのとか周りの、で、ね、結構全般栄えてる感じなんですね。お、岡山ラーメンか。ありがとうね。めちゃくちゃ豪邸。あれ？JR 和歌山駅はここで。和
富山市駅はここなんや。あ、その間くらいね。あの反対側の方がもっとあるね。木の川。ん？北側駅はきっと負けたこっちなんや。へぇ。あ、そうだね。ぐるっと回っていっとんだよね。どこどこですね。この川を渡らんと、くるくるって戻ってた方が良さそうかな。まあ、まだまだ。まあ、今日は和歌山はね、メインの予定じゃないところですからね。これは、子供科学館か。どっち？は？ここに子供科学館っていった情報があるんや。独特な構造っすね。あっ、これとね、この辺りは、新潟600円とかもある。みたいな時は、8時まで終わってきますからね。さあ。なんか古い橋がある。これはなかなかいい橋ですよ。まあ、灯台とかを使ってた、灯したりとか使ってたんでしょうね。いつ出港の橋なんだろう。古そうだね。あれはちょっと、おや？どっかに書いてないかな。